それでは本日第112回、現在内視鏡の画像シリーズをやっておりますけれども、現在内視鏡の病態を詳しく見ております。前回は食道静脈流についてお話をしましたが、今回は栄養士も知りたい画像内視鏡編の逆流性食道炎の内視鏡を見ていきたいと思います。それでは本日の内容です。 これ前回と同じですけれども、まずはそもそものこの逆流性食道炎について知ることで内視鏡を非常に見やすくなりますし、まあ、その後の栄養管理についても、この逆流性食道炎が分かっていると栄養管理もしやすくなりますので、まずこの逆流性食道炎について確認をします。その後に実際の逆流性食道炎の内視鏡画像を見ていきます。なかなかですね、この素材がなくてですね、動画で お見せすることができないので、静止画になってしまうんですけれども、まあ、その中でも内視鏡の画像というところを皆さんと見ていきたいと思います。そして、今回内視鏡全般に言えることなんですけれども、栄養管理に活かすということで書いておりますけれども、ちょっとエビデンスに弱いところがありまして、この内視鏡を見て、実際の患者さんを見て栄養管理をしていくというところが、この内視鏡のところになってくるかなと思います。それでは、 本日の内容に入っていく前に、今回も解剖のところ、ここが分かると内視鏡非常に見やすくなりますので、いつもご紹介しております解剖のアプリ、Human Anatomy Atlas さんのアプリを使ってですね、解剖の方は確認をしていきたいと思います。こちら概要欄にも貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。早速、逆流性食道炎について見ていきます。この逆流性食道炎なんですけど、 そもそもはこの胃食道逆流症、ガードなんて言ったりしますけど、ガードによって起こった食道の炎症、これが逆流性食道炎です。なので、今回はまあ逆流性食道炎というテーマですけれども、このガードについても今回ですね、お話をしていきたいと思います。そして、この逆流性食道炎、胃食道逆流症の症状としてまあ大きいのは食道粘膜障害。 これをまあ実際に内視鏡で見ていくわけですけれども、それ以外にまあわわしい症状って書いてありますけれども、具体的には胸焼けだったりとか、鈍酸って言って、酸が上がってきているような感じっていうんですかね。鈍酸や胸焼け、これが主な症状になります。そしてこのガードのリスク因子としては高齢だったりとか、男性、喫煙、精神疾患。 ppi によく反応するといったようなところが、まあ、特徴的なものになっています。で今、スライドに出てますけれども、この赤丸で囲ったところ、ここが胃の入り口になります。胃の入り口、粉門と言われますけれども、粉門を越えて、この胃酸が食道内に逆流してしまっている状態。この胃酸、非常に pH が低い、まあ、強酸になりますので、それによって食道が障害されて炎症が起こると。 といいうううのののがこの胃食食道道逆逆流流症からの逆流性食炎というよなうな状況になっております、まあ、もうちょっと細かく言うとこの胃酸の逆流がないパターンっていうのもあるみたいですけれども今回はそこまで詳しくやりませんのであくまでもまあ一般的にこの胃食道逆流症で言われる胃酸の逆流というところで今日はお話をしていきたいと思います。 そして、今回この逆流性食道を見るにあたって、まずはやはり解剖。ここをしっかりと把握をしておくと、この後の内視鏡ガズと、そして栄養管理のところが非常に理解が進むと思いますので、まあいつも通りですけれども、ここを解剖からしっかりと確認をしていきたいと思います。先ほど胃の入り口噴門というお話をしましたけれども、この噴門と食道、 ここのちょうど接合部のところ、食道胃接合部と呼ばれる、ここですね、まさに。この胃に入るところと食道、ここの、まあ、切り替え部分って言ったらいいんですかね。のこ,ことを食道胃接合部と言います。まあ、カルテだと EGJ とか e g ジ y j u n c t i o n なんていうふうに書かれることが多いんじゃないかなと思いますし、先生の会話の中では食道胃接合部っていうよりは EGJ とか、 イージージャンクションがさ、みたいなそんな感じで使われたりします。なので、そういった意味でもこのージェイ、イージージャンクション、ここの用語はしっかりと覚えてください。そしてこの後詳しくお話ししますけれども、ここが一つ今回の逆流性食道への舞台になりますので、用語と場所、そしてそれぞれ食道と胃がくっついているところだよっていうようなところをしっかりとイメージを持ってください。そしてもう一つ、この EGJ のところに関わってくるようなところ。これは一つ。横隔膜。そして、下部食道活躍菌。下部の食道ですので、まあまさにこの、糞門に入るところの近く、この辺の食道の活躍菌。まあギュッと閉まるような動きをするのが活躍菌と言います。で、この下部食道活躍菌のことを用語としてはレスとかですね、LES なんて言ったりします。なので、ここを二つですね。 この食道 E 接合部のところに関わっている横隔膜。そして、下部食道活躍筋、ここをしっかりと用語。そして、場所ですね。覚えてください。もう一つ、これで見ると、ここ、ここが横隔膜になるんですけど、ここが横隔膜。そして、先ほど言った下部食道活躍筋が、まあこ、この辺。この辺りになります。 ただこれは教科書でよく見るんですけど、これだけだとちょっとイメージが湧かないと思うので、今回は 3D の解剖でここの大角膜、そして下部食道活躍、このあたりのイメージをしっかりとつけてくださいねっていうので、ちょっと 3D で確認します。まずは 3D を動かす前に確認をしていきますと、これがいですよね。い,い。そしてちょっと隠れてますけど、ここに食道があります。 で、この覆いかぶさってるの、これが横角膜になります。そして横角膜の下、肝臓があります。なので、前、正面から見ると、横角膜、肝臓、その後ろにまあ胃があるというようなイメージです。そして、食道の位置はと言いますと、こんな感じです。平面で見るとくっついているように見えるんですけど、こんな感じで横角膜を貫通して胃に入っていきます。 まあそうですよね。横隔膜。胸腔と腹腔を隔てている膜なので、そこを貫通して胃の方に食道、食道が横隔膜を貫通してこう胃に入っていくような形になってます。これ今動いてないんで、あれですけど、この横隔膜、呼吸でだいぶ動きます。吸うときは横隔膜が下がりますし、えー、吐くときは横隔膜上がるというような、えー、非常に 大ききく動きますまたこれギュッと閉まるところで株の食道活躍菌食道自体もギュッと活躍菌に閉まるんですけどそれと合わせてこの横隔膜もここの逆流しないようにギュッと閉まるとこねこの胃の中の胃酸が出ないようにそもそもの食道が閉まるところとこの横隔膜が閉まるので合わせて逆流を予防しているというのがここの。 えー、食道移設合部 e a ジ y j u n c t i o の機能になります。ただし、それが破綻をして、ここの内容物がこの食道の方に漏れ出ているのが今回の逆流性食道炎、あるいはガードといった病態になります。はい。ということで e a j ですね、確認しましたので、じゃあ、ここもうちょっと詳しく見ていきたいと思いますが、ここ。 先ほど言った通り、この e g ジャンクションとかですね、EGJ のところが何らかの原因で破綻してしまって、ここの胃の中にある胃酸が食道の方に逆流してきている状態。これが逆流性食道炎の原因になります。そしてこの EGJ をまたぐような逆流してくるような原因には大きく3つ原因があります。一過性レス歯科先ほど言ったレスっていうのは下部食道活躍金 ここが一時的に緩んでしまうような状況で、当然緩んでますので、それに合わせて遺産が逆流してくる。あとは、このレスは正常なんですけど、お腹の圧が高いことで、遺産が逆流してしまう。イメージとしては、こう、水風船を外からギュッとすると、こう、てうんですかね、その中に入って水が耐えきれずに、こう、外に出ようとするような、そんな感じですかね、イメージ的に。あるいは、水風船の中にどん,どんどんどん水入れてくると、どこかで破裂しますよね。 っていう感じ。複圧上昇。そういう,うなイメージですかね。あとは、不過性にレスが嗜患する、株の食道活躍期が緩んでしまうような状況ではなくて、もう持続的にこの株食道活躍期間をしっかり締める気構が落ちてしまう。っていうような、この大きく分けて3つがあります。ここもうちょっと具体的に、じゃあどういった時にこの3つの状況になるかというのをさらに見ていきます。まずは、 そもそもご飯食べるときは逆にここが緩んでないと食道から胃の方に食べ物が入っていかないのでご飯を食べると当然ここが緩みます。ここが緩む段階で食事が食べたものが入っていくんですけどこれが何らかの原因でどうしてもこう数秒単位なんですけど緩んでる時間が延長してしまうような状況こういったところとか あと、例えば、ゲップ。これ、空気って読みますけど、ゲップをするときなんか、ここの胃の上部にある空気を外に出すときに一時的に緩むというので、まあ、生理的には特に問題ないんですけど、それと一緒に胃酸が逆流してしまうような状況ですね。どうしてもここ。緩むのは自然なんですけど、緩んでる時間が他の人よりも長くなっているとかですね。こういった場合に、胃酸が食道の方に逆流してしまって、 食道内に炎症を起こしてしまうというのはまず一つあります。そしてもう一つ。腹圧上昇。これはいろいろな原因がありますけど、物理的に言うと外からお腹のこの胃を押すような力が一つと、もう一つは胃の中がパンパンになっている状態。まあこれの二つが考えられますが、まずは状況とした妊娠期、お腹ですね。胎児がお腹の中にいますので、それに押されて胃が押されると。そうなるとどうしてもこう、 押される力が強いんで、普段のレ圧では、こう、抑えきれずに、胃酸が逆流してしまうっていうところ。あとは同じように、肥満。あと、そもそも胃にいっぱい入っている場合は、ここが、パンパンになっている状況なので、食べ過ぎだったりとかですね。そもそも、ここ、胃酸が逆流してくることが問題なので、胃酸がどうしても出すぎるような状況になる場合も、ここの、腹圧上昇による、 遺産逆流が起こってしまうということになります。そして最後。ここは最初の一過性のレス疾患とは違って持続的にレス圧が低下するような状況です。これ例えば、高齢の方。高齢の方はどうしてもここが弱くなってきますので、加齢。あとは喫煙、アルコール、高脂肪症。あと薬剤でここが緩む薬というのもあります。まあ、こういった原因でも遺産が 食道内の方に逆流をしてしまって、食道内に炎症を起こすということになります、まあ。いろいろな原因があるんですけど、大きく分けるとこの3つになります。なので、当然栄養管理もこれに即した内容をやっていくということになりますし、どれが特にこの遺産逆流に関わってるかなっていう聞き取りだったり、アセスメントする必要があるというところで、ここもですね、 EGJ をまたぐような遺産逆流が起こるという原因、ここをしっかり覚えていただけると栄養管理にもつながりますよっていうところになります。